さんこんにちは、アシスタントハイケミチ君のマイダックスです。今日はこの背景がすごいやっていきたいと思います。今週は週刊少年サンデー連載名探偵コナンゼロのティータイム紹介してみたいと思うんですけども、この漫画本当に画面映えがすごいんですね。それを皆さんじっくり見てみてください。はい、今週ご紹介するこちら名探偵コナンゼロのティータイム、まあ言うまでもなくなんですけども、名探偵コナンのスピンオフです。漫画は新井貴弘先生、原案が青山剛昌先生になってますが、とにかくこの漫画は構図とかね、本当に画面映えが素晴らしいんですね。それを皆さん見ていただきたいと思います。さあ、まあ、こちら構図見ていただきたいと思うんですけども、安室さんが散歩をしていて、ね、犬がこんな感じで神社ロラに行って、でこうなんか倒れてしまって、これはなんだ、この井戸が関係しているのかみたいな、そういう導入部分なんですけども、何でもないシーンなんですけども、とても読みやすいですね。まあこういったところの読みやすさは何でなのかなんてところ、まあ視線誘導なんてそんな話もあるんでしょうけども、ただこういうのっていうのは自然すぎて気がつかない、そういったところは意外にね、皆さんもちょっとこだわりを持ってね、見てみるのも面白いかもしれません。今回は背景に特化して見ていきたいと思うんですけども、まずはですね、夜のシーンです。どうでしょう皆さん、夜のシーンって書いたことありますかね。夜のシーンは結構難しい。なんでかと言いますと、全体的にベタになりすぎてしまうわけなんですね。で、そういったところっていうのはもちろん技術で回避していかないといけないんですね。ではこちら見ていただきたいと思います。このコマなんですけども、まあ言ってしまえば何でもないコマなんですけども、ただ新井先生は本当にね、こういったコマがめちゃくちゃうまいんですね。昔はダレンシャンという作品書かれていたんですけども、やっぱりね、新井先生はベタの使い方とか本当にね、こういう場面がめちゃくちゃかっこいい。で見てください、これね、全部ベタにしちゃうのはまあちょっとダメですよね。でそういった時に手前の方、近景はベタにして、中景は少し薄めにして、で遠景はぼやけた感じのトーンを置いて、ただここは神社の裏ってわからないといけないから、神社には特に何もね、トーンとか貼ってないわけなんですね。ここはトーンとかベタだけじゃちょっと頼りない、心もとないから、こういったところね、自然のところに掛け網を入れてみたり、そういったところは人それぞれにカスタムが変わってくるんです。もちろん場面によってカスタムが変わってくるんですけども、こういう資料を持っていると同じような場面を書こうとした時にこれを使えるわけですね。もちろんトレスちゃダメなんですよ。ただこれ見ながら自分の中で発想が出しやすくなっていくんですね。そういう資料皆さん持っておいた方がいい。新井先生の漫画はそれがとてもうまいです。さあ次のページです。どうでしょうか。全体的に夜なので暗めですが、そんなに真っ黒くなりすぎない。まあここら辺もやっぱりセンスなんですよね。さらには何でもない一コマ見てみましょう。こちらですね、この導入部分といえばいいのか、場面転換で子供たちが林の中に入っていくシーンなんですけども、もう見るからにうまいのが分かりますよね。小さいコマだと見逃しがちかもしれませんが、大きくするとこのスキル、センスの良さが分かりますね。だって普通にベタじゃないんですもん。ベタだけどちょっと月明かりが差し込んできたりとかして、かっこいいですね。こういうのってでもね、見なければ意外に発想できない、でも見てしまえば皆さんのバリエーションになるわけです。こういったところを見つけていきたいんですね。手前の方の近景でベタをドーンと画面を突きっていって、でまあ中景明るいんですが薄めのトーンが貼ってあります。ベタで奥の方はベタのグラデーションなどが貼ってあります。いいですよね。懐中電灯のライト、どこまで削りを入れていけばいいのか、そういったものも意外にこういったところから見えてくるんですよね。このバランス、絵のバランス、こういったところは意外に真似できるところですから、ね、これを自分の刺激にしていくわけです。次のページです。こちら新井貴弘先生の実は真骨頂っていうのがアクションシーンなんですね。動きのあるシーンっていうのが本当に新井先生はめちゃくちゃうまいんですけども、ならここは夜のシーンを強調しないといけない。夜のシーンを強調しつつアクションが見やすくないといけないんですね。そういった時に皆さんはじゃあ自分だったらどういう風に描いていくだろう、そこを見ていくとめちゃくちゃ刺激になっていくんですね。なるほど、ここでこういうベタを入れよう、こういう集中線、効果線を入れていこう、ベタ多めの演出なんですけども、ベタになりすぎない、人物たちが暗くなりすぎない、アクションが見えなくならない、ね、そういったところは本当に勉強になる作品です。
さあベタのうまさっていうのを少し抽象的にお話をしているような気もするので、具体的に一例持ってきました。こちら前半のページなんですけども、ピックアップしてみましょう。これ建築中のビルが書いてあります。ただこのビルの使い方うまいんですね。例えばベタにしてしまうとくどく見えすぎちゃうんですね。このベタの使い方どうでしょう。骨っぽいですよね。ベタはこの骨っぽさっていうのが生きてくるわけです。ここに建築中のビルを置くことによってより見えやすくなっています。では試しになんですけども、この建築中のビルをなくしてみます。そうするとどうでしょう。こんな感じです。じゃんね、寂しい。まあなくてもいいんだと思うんです。ただここは街中にある神社なんですね。なのでやはりこのビルがあってほしい。しかもこの骨っぽさが一番生きる構図を持ってきてるわけです。一度こういうのを見ていると皆さんのストックになっていくわけです。いいですよね、うまいですよね。導入部分、こういったところバシッと締めてくる、これが新井先生のいいところなんですね。ちなみに新井先生はめちゃくちゃいい人です。もうこれ本当に皆さんお伝えしたい、めちゃくちゃいい人です。この漫画がすごい、皆さんにお伝えしたいのはこの背景真似してみたいな、これをいかに見つけていけるかなんですよね。気にせずに読んでしまうと漫画ってのはどうしてもそこに目が止まらないようにできてます。上手い人たちはそこに目を止めさせないんです。ただそこに目を止めていくとプロの技術がまざまざと見えてきます。週刊誌からそういったものたくさん見つけていけるといいんじゃないかなと思います。今日の背景美塾の動画はここでおしまい。皆さん次回も見てくださいね。